まあここの生活っていうのはやっぱりまあちょっと面白くて、まあ外からこう観光で1日だけ来るっていうのだと、まあなかなかちょっと経験できないものかなと思うんですけど、ちょっとそのまあ町というか集落ですけど、その構造としてはヨーロッパのこう古い町みたいな、そういう感じがちょっとあって、でまあその港をこう出るとすぐでっかい鳥居があって分かると思うんですけど、まあ山があってその中腹に神社があって、その神社を中心にこう集落がこうまあ形成されているというか、まあそういうようなある種その宗教施設が中心にあって、その周りに集落があるっていうのはまあヨーロッパでいう教会がこうあってっていうような、でそういうその集落が形成される単位とまあその町のいろいろな施設、まあそういうものがこうある種のこう一体性を持ってこう作られている、まあ、展示している場所っていうのが、まあ古民家で築90年の古い建物で、もともとここはまあよろず屋さん、何でも売ってるっていうか、まあ、釣り具とか駄菓子とか、まあ、なんかその島の人たちの生活用品、まあ、そういうものを売っていたそのお店の建物で、で、まあ、もちろん人も住んでいたと。そういう場所で、でまあ入り口入っていくと、まあちょっとショーケースみたいな構造になってたり、まあ今ここにあるような床の間みたいな純和室というか、まあそういうような形のものがあったり、まあ具体的に言うと壁のまあ壁画を描いていまして、で壁画をある一点からそのドローイングがスタートして、それが部屋中を埋め尽くすようにまあ成長していくというような形で作品を作ってます。まあ僕は小木島に滞在している宿舎があって、で宿舎の前にまあ廃屋っていうか誰も住んでないもうかなりボロボロの家があって、でその家の中にこうツタが生い茂ってるんですよね、うん、でまあその中に入ったわけじゃないんですけど、窓からこう外から見たらこう生い茂ってる、でツタがこう部屋の中をこう張ってってるっていうような、そういうような感じのものが見えて、それで、まあ、植物をモチーフにっていうふうに、まあ、考えて、で実際に制作をしていくわけですけど、まあ基本的には、まあ、植物とか、まあ何でも、まあ、貝とかもそうですね、その海にいる貝とか、まあ、そういうある種その成長するごとにその構造と一緒にその成長の過程とかその生きた時間みたいなものがその体自体にこう刻まれてそのまま大きくなっていくみたいな、そういうようなシステムがまああって、でそれをそのまあかなりモチーフにしてやっていると。でまあ僕の場合はもう同じで絵をどんどん描いていくんですけど、まあその成長の年輪みたいな感じで成長がどんどん刻まれていくようにドローイングがまあ増殖していく。で、まあ、ここ築90年という建物のまあ時間と、あと僕がここでまあ3ヶ月ぐらい制作をしてるんですけど、3ヶ月ぐらいここで過ごして制作をしたという時間と、まあ、そういうものが2つこう組み合わさってそのここの空間ができるっていうか、まあ、生活のリズムみたいなものもおのずとその制作中心に他のノイズみたいなものが一切なくなる、まあ、そういう状態で、毎日毎日ずっと絵を描き続ける、その、まあ、壁面を埋めていかなきゃいけない、でそういうふうになっていった時に、まあ、やっぱりだんだんこうその体と脳が変わっていくというか、その生活というものにこう研ぎ澄まされていくっていう、そういう研ぎ澄まされ感というか、まあ、非常にこの絵の中にこう集中して入り込んでいくというような状態としてはかなり来ているなという、そういう、まあ、深いところまでこうその、まあ、進んできてるなという感じがあって、まあ、僕の中ではだからある種新しい局面というか、その絵を描くという割と純粋な身体と脳みそっていうか、まあ、そういうものが次のフェーズにこう来ているのではないかっていう、そういう感じはしてます。